皆さん、明けましておめでとうございます。的場塾第37回を始めます。今日からは、少しコンパクトにして、回数を増やしていこうというふうに考えています。今日は、第37項、アイヌ文化、貧困、差別を語る黄金搾取の闇、就学資金、慰霊祭、船作りなどについて、お話しします。私のところにはですね、さまざまな文献あるいは書籍を送ってくださる方もいますが、時々こうした内部告発状を送ってくださる方もいらっしゃいます。そういうこと、それから北海道新聞、その他テレビなんかの報道で、やはりアイヌに対する不正はいつも注目しています。まず第一にですね、北海道アイヌ指定大学等就学資金等貸付制度について、これは北海道内にご両親が住んでおられる方ということに限定されています。で、国立大学には5万1000円、私立の大学には8万2000円というふうになってます。私立に関しては、例えば歴史の研究とかね、豊富な資料がある東京とかね、あるいは京都、奈良、そういうところに入学される方に対してと思ってるんですけども、結構北海道内の私立大学にも行ってる方にも出されるんです。これ就学資金その他についてですね、前の前の副理事長の秋部徳平さんが、前の副理事長のあれですね、安倍一志さん、このことについていろいろ書いて、弁明書という形を使って出しています。三役級の重役職にある方のご夫婦と身内のご夫婦を含む方々が通信大学へ入学し、実際何もしないにもかかわらず、8年以上にわたり4000万円以上にも及ぶかと思われる就学資金を不正取得し、そして金額減免を受けていったという噂の事実確認。前の前の副理事長が認めて、言ってるわけですから、これはもうね、もう事実でしょう。例えばね、この北原次郎太さん、これ北大のアイヌ先住民族センターの准教授です。で、東京生まれの埼玉育ち、北海学園大学人文学部卒業。これ北海学園大学って北海道にあるんですけどね。で、千葉大学だとかの大学なんか行って、また帰ってきたわけなんですけども、ご両親には埼玉県にお住まいなので貸付の対象にならなかったはずですが、何でもご両親のどちらかが北海道アイヌ協会、当時はウタリ協会ですね、前副理事長の秋部徳平さんが札幌市内に所有するマンションに住民登録されたというふうに聞き及んでいます。こういうふうにして就学資金の利用の仕方をよくご存知の秋部徳平さんですのでね、安倍一志一族についてもですね、しっかりと状態を把握していたものと思われます。何度も言いますけども、北海道内に居住するアイヌの指定です。住民票を移しただけではダメだと私は思いますよ。道東の町の助役がですね、今は会計責任者っていうのかな、助役って言わないで、ウタリ協会、副町長とか言うのか、ウタリ協会当時にね、会員登録し、資格外にもかかわらず、ウタリ住宅資金を利用したという噂の事実確認。これもね、そのアイヌのそういう支部長に口を聞いてもらってですね、ウタリ協会に登録して、たくさんの補助金をもらうという、一時ラオスで4、5人がね、一気に200人に増えたなんていうこともあったやに聞いております。それから中小企業振興事業の事実上の商工費の数十億円がアイヌ以外の組織に使われている実態の究明、これはかなり問題だと思いますよ。農水漁業対策事業費の実施事業の数十億円といわれる巨額なお金がアイヌ以外の組織に使われている
実態の解明、このアイヌ以外の組織っていうのはどういうとこなんでしょうかね。まあ北朝鮮でないことを祈りますけども。それから財団法人アイヌ文化振興研究推進機構等を利用した海外交流や工芸品の展示会での不正問題と、当財団とアイヌ協会との癒着問題、まあこれは後でちょっと触れることにしましょう。まあ、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構というのは、これ平成9年に設立していまして、平成25年に公益法人化します。それから平成30年には、この一般財団法人から公益財団法人アイヌ民族文化財団というふうになって、ウポポイの管理を行う法人として指定されています。で、これが例の服毒本。このまあね、その前身母体である財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の時代から、公益財団法人アイヌ民族文化財団は、アイヌに関する文化事業の全般にわたって利権構造を構築してきました。その一つが、この全道の子どもたち全員に頒布されるアイヌ服毒本であります。同議会などでもその記載内容に問題があると指摘されながら、一向に改められることなく頒布が続けられています。例えばですね、これ、カラフトアイヌね、カラフトアイヌの強制連行なんてね、強制移住なんていうね、ことが書かれていますよ。でも実際はね、これ強制でなくて、これ希望者はもっと多かったんですけども、その中で、認められた人が北海道に帰ってきた、来たわけですね。それから、ですね、千歳空港のね、地下歩道や、千歳空港や札幌駅、地下歩道のアイヌ関連展示についてもね、財団が取り仕切っています。しかも彼らが発注する、例えばね、アツシというアイヌ文様入りの上着、1着100万円はくだらないとされていますけども、別の文化事業として補助金をもらって、その作品を展示品としてリースして、また金を受け取るなんてことも行われているやに聞いております。これ、まあそんなデタラメな公益財団法人がね、アイヌ文化財団がね、ウポポイも一体管理するということですから呆れてしまいますね。これ、ウポポイの内部告発者から展示リース物件が入れ替わるという情報が入ったのでですね、行ってみました。で、そこにね、まあこれあんまり長くね、それあのまあちらっと遠くから写真撮ったんですけど、その中にこんな文章、要するに解説文を募集してたわけね。そこのトレイに入ってたのがたまたま目につきました。ミプっていうのは衣類ですね。その古いミプは見応えがありました。下駄、橋が、このね、後から付けられているミプと、初めに縫い付けてあるものを見たことをとても良かったです。ここでですよ、これおそらくアイヌの方だと思うんですけど、アイヌ系の方だと思うんですけども、びっくりしたのが、ミシンで作っているミプには呆れましたと。発注するときはミシンで作らないようにと言っているのにと。なんでですかと。だからこれ相当内部の方ですね。作ることができるけど味がないですと。まあまあそんなようなことを言ってます。で、おそらくね、この方の解説文、これ展示するそうですけども、おそらく展示はしてないですね。まあ要するに、北海道大学アイヌ先住民族センターのね、加藤博文教授のアイヌ主体歴史観っていうのがあるんですけども、現在から石器時代までがアイヌ史でくくられるということですから、今のアイヌがミシンでこのね、ミプを縫ってもですね、一向に構わんという発想なのかもしれませんね。まあ、いずれにしても100年後にミシンのミプが残るのかという思うと、とても悲しいですという解説文が
投稿されていました。まあ、こんなデタラメをやってるわけですね。次、まあ、このこっちの右ですね、これは平成22年に自民党札幌市議会会長の竹市健一氏に送られた内部告発文です。まあ、私の姉もいろいろ同調なんかで、アイヌ行政に関わっていましたけども、まあ、私が持っているそういう資料の多く、しかも最も重要なものは、まあ、その姉が関わった時にですね、真剣にアイヌを知ろうと努力して集めた資料が含まれています。で、姉も見え見えのアイヌ不正、入札などをね、これダメだよと指摘すると、いつの間にかそれが上司に伝わって、上司から逆に注意を受けるというようなことがあったと言っていました。まあ、この竹市さんに宛てたいろいろな、こと、内部告発ですね。まあ、その内容ですよ。自分は札幌市の職員である。アイヌの不正を上司に提言してきたが握りつぶされる。公金がほんの一握りのアイヌ協会幹部に流れている。安倍和志部長は安倍一族と市幹部にも恐れられている。札幌支部の専従職員田原良子、事務局次長は安倍和志の妹で20年間専従の会計担当者、札幌市アイヌ交流センターの総工費16億円とアイヌ伝統工芸復元事業費1億円を安倍支部長が独裁的に采配した。 99% のアイヌが貧乏している中で 1% の幹部が公金使い放題。田原香織前参議院候補は田原良子の長女である。まあ、この扱いはね、一体どうなったのかな。まあ、文書の最後の方省略しましたけどね、やっぱり自分には家族があってね、すごく心配してると。とにかくそのことがあるので、まあ決死の思いでね、この告発したっていうことが読み取れる文章が添えられていました。まあ、先ほどのね、竹市健一先生はしっかり仕事したようですね。札幌市で官製談合か、その後ね、やっぱりその市議会議員の方側にね、そういうことがあって調査したようですね。立派な人だと私は思いますよ。まあ、これそして謝罪してますね。これアイヌのパンフレット印刷、先ほどのやつにもちゃんとパンフレット印刷で、不正があったことをちゃんと書いてますね。で、こちら、これは日本経済新聞で、ね、また別の件ですね。札幌市アイヌ施策課で官製談合が疑われる不適切な業務発注があったとして、市は24日職員3人を官製談合防止法違反容疑で北海道警察に告発したと。発注先の出版印刷会社の関係者1人も同法違反と公契約競売入札妨害の容疑で告発した。同系によると、職員3人のうち告発容疑は人権啓発ノートの作成業務をめぐる2013年3月の指名競争入札で同社が落札できるよう便宜を図った疑いだと。まあ、こういうふうにいろいろと出てます。まあ、要するに人権啓発ノートって、まあ、札幌市のホームページ見たら出てるんだけど、まあ、いわゆる LGBT とかね、あの類アイヌとかね、まあ、そういうものですね。まあ、私の、まあ、姉から聞いた話ですけど、道庁なんかの事例でもね、道の、まあ、同様な補助金やアイヌの調査のね、そういう印刷物がアイヌ関連会社の間で順番にぐる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 回って落札されていることに疑問を持ってね、その同じ印刷物で、しかも半下も同じものを使っているというのは、そういうね、シミとか見れば分かりますから、そういう業者がね、安くできるはずなのに、実は同じ半下をね、業者間で回していたっていう、まあ、こういうのを指摘すると、上司からお叱りを受けるという、まあ、そういうことがあったようであります。まあ、それで少しはまともになったのかと思ったら、それから10年後、
やっぱり2020年ですね、安倍一氏の妹の乳母もしもしに安倍一氏が、ちょっと補助金が、少なくとも数百万円が不正に流れたと、これはね、札幌アイヌ協会の中の現職理事が集団で告発してますから、もう間違いありませんよね。これも、あれから2年経ってるけど、ずっとうやむやのままですね。記事の一部、発端は今年2月に行われた第71回札幌雪まつりだった。札幌市は雪まつりのアイヌ関連事業として、アイヌ文化魅力発信のイベント、アイヌ文化 PR イベントの名目で7965万6500円の予算を計上していたと。このうち少なくともですね、数百万円が全く契約とは関係ないはずの安倍一氏の妹の田原良子が主催する乳母もしもしに流れていたという話ですね。この雪像のね、アイヌの船もこれまた不正の温床でね、大体1つ作るのに3000万ぐらいかかるっていうんだけども、これがあれですよね、道立博物館だとかね、それから栗山かどっかで復元事業として作った船が小樽かどっかで転覆しましたけども、そういうデタラメをやってます。これ当時のニュースですね。要するにアイヌの船の復元事業を担当していた秋部徳平がね、帆柱を支えるロープをね、そのホームセンターで買ったやつ、これを伝統技術としてね、アイヌの伝統技術工芸品だとして、75万円を要求したって話ですね。その他もろもろ。私これ2010年から北海道新聞とかニュース、それに報道される、アイヌの不正をずっと追求というか記録してるんですけどもね、ちょっとまとめてみますと、まず、釧路アイヌ民芸企業組合不正会計、釧路支部購入物品水増し、アイヌ船復元事業、先ほどのやつですね、それからアイヌ慰霊祭イチャルパ、これ、参加するとお金が出るんですね、参加人数水増し。アイヌ語講座架空事業参加水増し。このアイヌ語講座なんかはね、交通費も出ちゃうんですよ。だからみんなね、車1台に5人相乗りで来ても1人5000円ずつ出ると、だから午後2万5000円になるわけですね。おまけに参加者も水増ししてる。これ向川の方で実際にそのアイヌ語講座に出てた人からも聞いた話ですから間違いありません。それから網走、美幌、厚岸、帯広、旭川の各支部も同様の不正をやっていたという話ですね。それからアイヌ協会本体の、不正もあるんですよ。アイヌ中小企業振興対策事業、先ほど書いてありましたよね、告発状にね、アイヌ工芸品の展示会のための補助金が対象外の物品販売の事業にも使われていた。しかも過去30年にわたって物品販売による収益を帳簿に記載していなかったというようなことまで書かれています。これ新聞報道ですよ。そしてその処分なんですけど、これがもうデタラメ。不正に関わったとして、アイヌ協会は札幌、旭川、三石、千歳、新日高、白老、帯広の各支部長を厳重注意処分としたと。網走、美幌、厚岸、紋別、釧路地区支部連合会については、秋部徳平氏の強い関与により行われたものとして注意処分にとどめた。各支部の代表からなる、代表がアイヌ協会に集って、アイヌ協会というのを構成してるわけ。で、各支部のね、こんなんで各支部のまともな処分できるわけないですよね。本来であれば、北海道や国の補助金が不正に使われているのですから、どうや国が告発すべき問題ですよね。そういうことが一切ない。もう、取り毒、もらい毒、騙し毒ですね。こういうことをずっとアイヌ協会はやってきてます。そして、今もですね、密漁しても捕まんない。こういう公金不正しても捕まらない。
そんな形ですね。まあね、最後にね、この田原涼子さん、何度も名前出てきましたけども、まあ、これ、色丹島で行ったイチャルパってニュースね、北海道新聞で出してますけど、まあ、まずアイヌの伝統文化に誤算はないということだけ押さえておきましょう。それからカムイの実っていうのはね、男がするものですね。これがもう全くの伝統破壊。そしてですね、もともとですよ、このロシア国籍のこのね、シコタンアイヌっていうのは、いわゆるシコタンアイヌと言われてますけども、本来はアイヌではありません。もともとロシア国籍のクリル人で、明治8年の樺太対馬交換条約でロシアに所属し、まあ、所属しそびれた、まあ、立派なロシア国籍のロシア人なんですね。要するに北海道は便宜上ね、千島列島の北部にいる人たちも、まあ、いわゆる千島アイヌというふうにそのくくってるわけね。まあ、以前ね、その蝦夷ってね、東北から北にいる人を大和朝廷が蝦夷と呼んだと、同じように北海道がそういうふうにアイヌと一括りにしたわけですね。ですから彼らは本来はですね、ロシア国籍のロシア人、そしてなんとロシア正教を固く信奉するキリスト教徒ですよ。ね、色丹島に浄土真宗の盆山を送ってなんとか強化しようと思ったけど、絶対にそれは受け入れられなかったんですね。まあ、そしてですね、第二次大戦後にソ連が侵攻してくる直前に彼らがね、色丹島から持ち出したりね、持ち出した十字架、それがね、立派な、そしてそれを立派な教会をね、建てて、これ神武者っていうところにあるんですけど、中標津ね、そして信仰を守り続けているわけですよ。ね、田原涼子はね、ビザなし訪問にかかった費用を弁済してするだけでは足りませんよ。これね、神武者の教会に出向いてね、信者すべてに謝罪すべきだと私思いますよ。まあ今日はこの程度で収めておきましょう。大体20分を目標にこれからもやっていこうと思います。以上です。